こんにちは、しこうです。見ていただきましてありがとうございます。今回は透明水彩で梅の花を描きます。梅の花は昔から縁起の良い花とされています。後で似ているとされる桜との違いも解説します。そして私の瓦礫などはチャンネルの説明欄に載せておきました。よろしかったらご覧ください。今回の梅は太い枝から若い枝が出ていて、その枝に花が咲いている様子を描きます。赤い梅の後ろには白い梅の木を描きました。ここで梅の花のつき方と桜の花のつき方の違いを簡単に説明しますね。まず梅の花は枝にそのままくっついて咲きます。花びらは丸く、つぼみも丸い形です。つぼみは枝先に行くに従って小さくなります。同じ枝の形で桜を説明します。桜は一つの場所からいくつも花がつきます。そして桜の花びらは先が少し割れています。花の首の部分が長いので花が1箇所から10個ぐらいつく場合もあります。つぼみも1箇所にたくさんついてきます。梅と同じところは枝先に行くに従ってつぼみが小さいところです。どうでしょうか、違いが分かっていただけたでしょうか。この2つで改めて動画を作った方がいいかコメントいただけたら嬉しいです。さて描き始めましょう。まず大きなハケで全面に水を引いていきます。晴れた空に梅の花を描いていきたいので下書きの花の部分に色が入らないように気をつけながら色を置いていきます。下の方には地面にある草っぽい色をぼんやりと入れていきます。そしてこれから描く梅の他にも花がたくさん咲いている雰囲気を出したいので花と同じような色を花の周りに置いていきます。しばらくすると水でにじんでぼやけていくのでこんな感じで色を置いていきます。太い木は古木で最後はガサガサした木になります。ここで後でぼやけてきますが遠くの枝も入れていきます。水彩紙をいろんな角度に傾けて色を誘導させたりして自然にぼけていくのを待ちます。乾く前に色が濃いところをティッシュで押さえながら取ります。まだ乾いてしまう前に大きめの筆に水を含ませて水を軽く落とすことによりふわっとした感じを出してみました。これで OK です。乾かした後、花の濃い部分から塗っていきます。乾かない前に平筆でぼかしていきます。花の真ん中部分にはたくさんのおしべを描いていきます。おしべは水彩紙の下地を利用しますので、おしべ以外の部分を赤で塗っていき、花びらの外側を描くようにします。花と花が重なるところは前に描いた花が乾いてから描くようにします。
すぐに描くと滲んで花同士がくっついてしまうからです。なのでこっちを描いたら次はあっちという感じに筆を持っていきます。一通り花が塗り終えたら、花びらの先だけをもう一回同じ色を入れるとよりはっきりしてきます。次は太い木から描いていきます。古い古木なので筆を横にしてかすれるように塗っていきます。上に引くに従って若い枝になるので緑色を入れていきます。花の額を描いていきます。花よりも濃い色になります。続きで後ろの白い梅の花の額も描いていきます。そして花の付け根部分を描いていきます。ここはもっと濃い色で枝にしっかりとついている感じで描いていきます。ここで花を細かく描き出していきます。遠くの白い梅の花はバックの色を入れることによって形を出したいと思います。まず花の周りにバックに使った色で花の形を取り塗っていきます。そして水だけの筆で外側にぼかしていきます。つぼみも同様です。白の梅の花の中心は赤っぽい色でおしべを描いていきます。枝の先の方も少し赤くなっています。白で改めておしべを描いていきます。細いところなので細筆を使ってもいいかと思います。おしべの先に黄色を描きたいのですが、この時黄色だけですと発色が弱いので白と黄色を混ぜて描きます。この梅の木は古木なのでちょっと白茶けた感じを出したいので白を塗ってティッシュで押さえました。
白い梅の花の形を取るために花びらに白をちょっと置いていきます。花びらの折り返しを薄い白で入れていきます。ここまで見ていただきましてありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。何かお気づきの点がありましたらコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。